皆さん、こんにちは。今回も前回の動画に引き続き、マニアック系の内容となります。OpenCV の画像変換関数を使って、お手製の電子手ぶれ補正に挑戦しています。冒頭、まずは、今回の検討の成果物を概略、紹介するところからスタートします。GoPro9 を首にぶら下げ、電子手ぶれ補正をオフにし、リニアのモードで撮影しています。 左下がオリジナルの動画左上と右上がアフィン変換で作成したもの右下が今回初めて試みた投資変換です詳細は後ほど説明します左下の黄緑色のアニメーションはクロッピング GoPro この GoPro の向き回転に従ってオリジナルの画像を動かすことで電子手ブレ補正を行うという原理です 堤防の遠方や海岸線の角度方向の揺れがオリジナル映像に比較し抑制されていることからそこそこに手ぶれ補正が機能しているのがわかりますさてこれまでのいきさつとこの動画の内容です GoPro の向き方向は資源数9という数学的表現で表されますこの資源数を平滑化処理し 元の資源数 Q の逆資源数を掛け合わせた資源数 C クロッピング資源数が手ぶれ補正を相殺する向きを表現していることに気づきました画像を動かすツールとして OpenCV で提供される関数を用いました前回の動画ではアフィン変換を紹介しましたがこの動画ではもう一つの画像変換である投資変換を試みますさらに ジャイロスコープの角速度データを使って電子手ブレ補正をポストプロダクションで行うことのできる GoPro プレイヤーリールステッディやジャイロフローと比較しますオープン CV で画像変換を行う上でピンホールカメラモデルが出発点となりますピンホールを通して被写体のイメージが昔で言えばフィルム観光面今ならイメージセンサー上に投影されます ご覧のようにイメージセンサー上では像が逆転し符号が反転するので扱いやすくするためピンホールを中心に対象な画像面を考えますここで3つの座標形が存在します被写体や背景を含んだ世界座標形カメラ本体に固定されたカメラ座標形そしてイメージセンサー上の二次元ピクセル座標系。これから行う 一連の計算は初めての方には小難しく感じられるかもしれませんが突き詰めればそれぞれの座標形でどう見えるかという座標変換を行っているにすぎません世界座標形とカメラ座標形の関係はこれまで私の動画で紹介してきた資源数9で表現されます。ただ厳密に言えばそれぞれの原点間の平均移動の要素が加わります OpenCV に限った話ではありませんが、ピクセル座標の原点は、イメージセンサー上の左上が原点で、右横に向かって X 軸、下方向に向かって Y 軸と定義されます。フル HD の場合、右下のピクセル座標は1919 19、1079となります。カメラ座標系の原点とピクセル座標面の距離は焦点距離となります。 一般的なカメラの世界では単位はミリメートルですがオープン CV ではピクセル数が単位となります CXCY はカメラ座標の原点からピクセル座標面に垂直に下ろした交点のピクセル座標を表します通常はピクセル座標のセンター値となりますが厳密には一致しないようですさて世界座標カメラ座標 ピクセル座標の座標変換式はこの式で表現されます。世界座標とカメラ座標を関連づけるのは RT で示される行列で3行3列の回転座標と XYZ 方向の平均成分から構成されます。カメラ座標とピクセル座標を関連づけるのはカメラ行列で焦点距離 FX、FY、画像中心座標 CX、 CY から構成されますさてここからこの変換行列を使って実際の計算を実行するためいくつか修正を行いますカメラ本体の手ブレに関しては前後左右上下の平身方向のブレがあったとしても高々2 3センチメートル程度で数メートル先の被写体さらにその後ろの背景の映像には影響がないだろうと仮定します この過程を置くことで、平身成分は無視することができ、3行3列の回転行列のみを考慮すれば良いことになります。この回転行列は、先ほどもお話ししましたように、資源数9そのもので、プログラム上は資源数を回転行列に変換する関数を使って変換します。次に、カメラ行列について若干修正を加えます。一般的に、 アクションカメラや移動物体では、レンズ光軸方向、移動物体の先頭方向、例えば飛行機なら機種方向を X 軸とします。一方、ピクセル座標では X 軸の取り方が異なっています。先ほどお見せした座標形の説明スライドに戻っていただければわかるのですが、ご覧の3行3列の行列をかけて、カメラ行列を軸変換します。 さて OpenCV の投資変換について言及します OpenCV 上で投資変換を行うにはご覧の w a r p p ス e r s p e c t i v 関数を使います関数の引数は変換前の静止画像と投資変換行列です投資変換行列は GetPerspectiveTransform という関数を用いて求めることができます引数は変換前のピクセル座標とそれに対応する 変換後のピクセル座標。全部で4点必要です。投資変換で画面が台形状に変形できるのはこれが理由です。さて再び座標変換に話を戻します。今行おうとしているのは手ブレを相殺する向きに画像変換関数を使って画像を動かすということです。この変換の前後でも座標変換の式は有効です。 ここで、静止した被写体や背景の世界座標 W は変換前後で変わらないので W を消去することができます。すると最終的に変換前のピクセル座標 P0 と変換後のピクセル座標 P はご覧の式で関係づけられます。回転座標 R はクロッピング資源数 C から計算できます。実はここでもう一つ修正が必要です。 カメラ行列系はよくよく見ると焦点距離 fx,fy からなる回転行列に相当する要素と中心ピクセル座標 cx,cy からなる平身移動の要素から成り立っているので逆行列がうまく計算できません。そこで一旦カメラ行列の中の cx,cy は0と置き逆行列の計算を行います。P 0 p の計算式の前後で cx, cy を引き算、足し算するという処理を行うことで逆行列問題を回避しました。後ほど、プログラムコードの紹介の中でも言及します。ということで、フル HD の4隅のピクセル座標を座標変換する準備が整いました。実は、アフィン変換でも同様のことができます。アフィン変換の場合は、 4点ではなく、3点で行います。前回の動画で、アフィン変換を行う際、デルタシータ、デルタ X、デルタ Y からアフィン変換行列を求めましたが、今回、ピクセル座標の3点から求める方法も合わせて実施してみることにします。まずは、静止画像で画像変換の様子を確認しました。左下がオリジナルの静止画像。 この時の GoPro の向きをアニメーションで示しました。この時の資源数の値を1、0、0、0とします。左上が両方向のプラス回転、左に首を振る向きです。資源数としては、1、0、0.1、0と与えて計算させました。角度的には左方向に5.7度傾きました。この画像変換に伴って、 画面が右側にシフトし、画面左側には映像のない領域が現れます。同様に右下がロール方向のプラスつまり半時計回りに GoPro を回転右上がピッチ方向のプラスお辞儀をする向きです。それぞれに対応して静止画像が動いているのがわかります。簡単にプログラムコードを紹介します。 オープン CV の関数を Python で利用するため CV2 をインポートします。Pandas でクロッピング資源数データの入った CSV ファイルを読み込みます。この一連のコードで資源数の5個の移動平均をとって平滑化しました。スパイク的なノイズを緩和させる意図です。オープン CV の関数を使って MP4 形式の動画を読み込みます。 動動画画のの縦横サイズ、フレームレーームトなどををを読み込み込込まます。す。変換後の動画を書き込む設定を行いますカメラ行列は前回の私の動画で紹介したチェスボードから求めた値を使うことにします。ここではレンズ歪み補正は行わずカメラ行列もレンズ歪みを考慮していない値を用いることにします。先ほど話した行列をかけてカメラ行列の軸を変更します。 ここで一旦カメラ行列の CXCY 値は0としますこのラインでフル HD の四隅のピクセル座標を定義します次にフォーループで動画のフレームごとに処理します CSV ファイルから読み込んだ4つのリストデータからナムパイコタニオン関数で資源数変数を生成させコタニオンアスローテーションマトリックス関数を使って 3行3列の回転行列に変換します。ご覧の計算式で4点のピクセル座標を座標変換させます。先ほどお話ししたようにセンター値 CXCY は事前に引き算、事後に足し算を行うことで辻褄を合わせます。GetPerspectiveMatrix 関数を使って4点の変換前後でのピクセル座標から投資変換行列を計算させ 最後にワープパースペクティブ関数を使って投資変換を実行させます変換後はフレームごとに書き込んでいきループが完了したらご覧の内容でリリースしてプログラムは終了となります実際に実行させてみましょうここに出力されている数字は4ループ内のインデックスを表します全部で1140フレームありますが演算時間は 19.4秒実は前回の動画以降パソコンを新調したので結構演算スピードが上がりましたこのグラフは手ぶれ補正オフで撮影した時の資源数9の生データです横軸はフレーム数つまり時間軸となります縦軸は4つの資源数の要素の値ですご覧のようにウォーキングステップに連動して Q1、Q2、Q3 が振動しているのがわかります。特に Q3 の振動の様子が明確にわかります。Q3 は先ほどの静止画像の変換のスライドでお話ししましたが、レンズ高軸周りのロール回転に対応します。先ほどのスライドで、資源数の値を0から0.1にすると、5.7度傾くとお話ししましたが、このデータを見る限り、 大雑把に言って、それほどは傾いていないことがわかります。資源数の移動平均と球面線形補完を使って平滑化処理しました。後半付近で、特に Q1 の値が加工気味になっているのは、角速度のオフセットの影響と考えられます。生データでは振動に隠れて見えにくくなっていたのが、平滑化処理することで、オフセットによる挙動が見え出したということかと考えます。 また30フレーム間隔でカクカクとした動きが見えますがこれは30フレーム単位で行った球面線形補完の影響ですこの結果を見る限り球面線形補完は正しい選択ではないように感じますただこのことが後ほど紹介する GoPro 内蔵の手ブレ補正との際に決定的に影響するかといえばそうではないように考えます ご覧の標識を使って、クロッピング資源数を計算したものです。このデータを使って、先ほどの Python プログラムを実行しました。また、クロッピング資源数にすると、オフセットの影響は相殺されるようです。冒頭でお見せした成果物の動画を改めて見てみましょう。堤防の遠方点や堤防越しに見える海岸線の角度の揺れは、抑制されていることがわかります。 変換行列計算の異なる2つのアフィン変換および投資変換で際立った際はないように感じますまた今回投資変換を検討する目的が台形変換によって奥行き感が出て映像のこんにゃく現象が抑制されるのではないかと期待しましたが投資変換でもざっと見こんにゃく現象が現れているようです次に GoPro 内蔵の手ぶれ補正との比較です別々の撮影になってしまいますが GoPro を首にぶら下げ同じような歩き方で撮影しました左はハイパースムーズ3.0ブーストリニアのモードで電子手ブレ補正をオンで撮影したものです右は先ほどの投資変換の動画です同じリニアの設定ですが手ぶれ補正オンの方ではクロップされるため 視野角がが狭くなっているのわかります黄色の GoPro アニメーションはそれぞれバーチャル資源数 V、平滑化された資源数 Q をアニメーション化したものです。バーチャル資源数 V はクロッピング資源数 C と資源数 R の掛け算から計算され、電子手ブレ補正後の映像の動きを仮想的に表現したものと考えています。右側の投資変換の映像では、 混く現象が出ていますが、左側の GoPro 内蔵の手ぶれ補正では、混く現象は見られません。いずれにしても、今回行った投資変換では、GoPro 内蔵の電子手ぶれ補正のレベルに達していないのがよくわかります。次に、GoPro 社が提供している GoPro プレイヤーで、手ぶれ補正オフの動画を再生してみました。このプレイヤーには、リールステッディという、 ジャイロスコープのデータを取り込んで、手ブレ補正をポストプロダクションで行う機能がついています。もともとは、リールステッディーゴーという単独アプリで、スーパーメガ社というところの製品だったのですが、2020年に GoPro 社に買収され、GoPro プレイヤーの機能の一つとして取り込まれました。手ブレ補正処理したファイルを保存するには、有料登録が必要になります。このソフトは、 ロやででダウンロードできますご覧のように当然かもしれませんが GoPro 内蔵の手ぶれ補正と比較して遜色ない手ぶれ補正が実現できていることがわかりますソフト上で処理するため手ぶれ補正のレベル設定や水平維持機能のオン・オフが選択できるなどポストプロダクションならではの機能が搭載されています 次に、ジャイロフロフフーというソフトです。このソフトは無料なだけでなく GitHub 上でソースコードが公開されています概要欄に GitHub の URL を貼っておきますご覧のようにさまざまな設定がメイン画面の周りを取り囲むように並んでおり何ともマニアックな仕上がりになっていますメイン画面の下にあるタイムラインには要ピッチ、 ローール方向の角度データが表示されていますご覧のように画像変換と画像クロップの様子がリアルにわかります以前の私の動画でも触れましたが画像変換された画面が台形の形状をしているところからアフィン変換ではなく投資変換であることがわかりますただ私が行った投資変換の動きよりはだいぶ様相が異なっていることから 変変換換ののののための変換行列導出方法に違いいがあるのではないかと考えますこのあたりが今後の改善のヒントになりそうですまた画像変換された台形の各辺は内側に若干へこんでいることからレンズ歪み補正も行われているのがわかりますジャイロフローでは GoPro をはじめアクションカムやカメラメーカーの主だったモデルの カメラ行列やレンズ歪みオープン CV の投資変換を用い平滑化処理で求めたクロッピング資源数から手ブレの動きを相殺する向きに動画フレームを動かすことで電子手ブレ補正を行ってみました元画面の4隅のピクセル座標をクロッピング資源数およびカメラ行列を使って座標変換し これらの座標変換前後の値から、投資変換行列を計算する方法を考案しました。アフィン変換でも、ピクセル座標を3点与えることで、同様にアフィン変換行列を求めることができました。結果は、アフィン変換、投資変換で、顕著な差は見られませんでした。また、GoPro 内蔵の手ぶれ補正、GoPro プレイヤーリールステッ D、ジャイロフローと比較しても、 まだまだそのレベルには達していません。ジャイロフローで気づいたことは、今回、私が試みた、投資変換、とは、様相がだいぶ異なっていることです。投資変換行列を導出する、考え方、アルゴリズムの見直しが必要と考えます。今後の予定ですが、投資変換行列の導出を再検討します。オープンソースである、 ジャイロフローのソースコードも必要に応じて参照する予定でいます。長い時間ご視聴ありがとうございました。私のマニアック系の動画をご覧になった方はお気づきかもしれませんが私自身全てを理解した上でプログラミングしているわけではなく試行錯誤、右翼曲折時には遠回りもしたりしています。皆様のアイディア温かいコメントがあればお待ちしております。